松浦宗は江戸時代前期から中期にかけての大名。非前国平戸藩の第五代藩主。官位は十五位下、息守る。歴代藩主の中では初の一時名である。これは代々一時名を特徴としていた佐賀源氏の先祖にあやがったものであり、弟の正、長男の長も同様である。ちなみに、宗以降は長と国が創生したため、 松浦清までは二文字名の藩主が続いている。商法3年9月24日、四代藩主、松浦重信の長男として、江戸浅草にて誕生した。陽名は源三郎。明暦2年8月5日、四代将軍、徳川家綱に配越する。万治3年12月28日、十五した生き守るに除任する。漢文2年5月10日、 父、重信と共に初めてお国入りする許可を得る。元禄2年4月13日、江戸城の奥詰めとなる。同年7月3日、父、重信の隠居により、家督を継いだ。死者、月の川の一万国を弟のまさに分与した。元禄4年11月25日、総社番検事社奉行に就任する。元禄7年11月3日、領職を辞める。また、 長崎の検察官なども務めた。後輩で苦しむ農民の救済に尽力した。また優れた文化人であり、李丹歳異文160巻という自らの日記を残し、現代における貴重な資料となった。腰痛に長年苦しめられ、妻には先立たれ、後代将軍、徳川綱吉の長愛を受けていた、長男、長が創生してしまうという不幸が相次いだ。 このため、元禄九年、弟の特進を養子氏として迎えた。元禄十七年二月、重信が破却した平戸城の再建に着工し、法営四年にほぼ完成した。聖徳三年二月十一日に腰痛を理由に、家督を譲って隠居し、同年九月二十二日に病に倒れて死去した。去年六十八、墓所は自らが、 反主在人中に混流した平戸のオスコーデラ。法法は、ユ効コデラでうまい一周、大野森都市林総平大古事。ありがとうございます。